はい、皆様こんばんは、ほむらと申します。今日はですね、バトルミュージアムのパート2ですかね、やっていこうと思います。まあ、編成の方は特に変わらずやっていきたいと思います。まあ、今日はステージ60までかな、やっていこうと思います。まあ、変わらずデバフ打ちながら、クレーンか。逆属性で匂いと攻撃食らうってことは、これデバフ入れてないと結構ダメ痛そうですね。次これサマちゃん打ってくるか。もうナイスかな。あれ、リシャいいっすね。意外と状態上でね、刺さってくるから強いんだよね。でも次のにか結構 MP 乗ってるなと思ったら、そっかプラス20してたんだ。知らなかった。これどうだ、結構食らうかな。あ、全体無理だったら刺さってね、甘くらないデバフさえ入れてるバーだけど、デバフ入れなかったら割と1万近辺ぐらいは食らってたかな。じゃあ20回くすんのやっかいだな。何すかい、うん、こんな感じかな。さあ、そのちゃんに2回くらい去ってほしいと思ったら1回で150溜まったんだよね。じゃあこれさのちゃん落ちちゃいましょうか。さのちゃん打っちゃいましょう。さて、今回はどっちかな、攻撃というか状態上か。2ターンだっけ、3ターンだっけ、これ。まあ、なんだかんだ言ってドッペル2つの能力を持ってるっていうのは珍しいんですよね、実は。意外と貴重なランダムドッペルまあ他にいないんでね、まあ、ギャンブル要素を満載のサナちゃんみたいな。さて、次で倒せそうかな。4万、うん、いけそうですね。じゃあしっかり回復して、すべてサマちゃんに渡しておきましょう。いけないっす。ステージ57の方やっていこうと思います。まあ、ストリームは飛ばしてしまいますね。まあ、皆さんの方でゆっくり見ていただければと思います。まあ、アザリアの2人というか、これ3人というか、コノハハズキンと、あやみちょっと名前忘れてましたけど、まあ、これじゃあ鶴の打っちゃいましょうか。鶴の打ってこんな感じでいくかな。そっちが倒れんだ、HP 全然出なかった。むしろこの葉月の方が倒れて、早めが残ってますけど、逆でした。そっか、めっちゃんであやめ倒そうかなと思ったけど、そっちが倒れるならちょっと状況が変わった。 MP 回復100、いや結構回復するな。だから手を入れてるのにそんなにダメじゃん。それはちょっときついね。途中で僕も来るかもしれないから取っときましょう。そこですね、こんな感じかな。さて、どれくらい食らいますか。早め倒したのに早めに参戦、毒食らってるね。これ何ターンか、3ターン、なかなか厄介ですね。こっちもじゃあ発動した感じで、それはちょっと厄介だな、回復しすぎだよ、いくらなんでも。結構厄介だなこれ。まあ、色8位はいるんで、まあ、次色8を紛らうつと紛らうか、取ってるか振って回復させますか。また水源ドッペルだったらそれ回復するか。そうですね、ちょっとこれはまずい状況なんで、まあ、ここ突破しちゃってもいっちゃいいかな。さあ、どれぐらい食らいますか。お、ワンパンだ。ちょっと HP は削れてる状態だわ、嫌ですけど。じゃあ次、58ですね。ステージ58いきたいと思います。まあ、こういった道中を少し生かしつつってところだな。ダメージ多いな。強化毒、それはやべえな。ちょっと待って、強化毒はやばいな。マイタウン打ってくるって厄介だね。毒殺の方向へ、これ。いやー、なんでっかな。状態異常系は最悪なんだよね。まあ、軽く乗り物も嫌だったから。いや、強化毒、これで一番強すぎるんだよな。ちなみに、これ、2ターン。2ターンはバカ。2ターンはバカだよ、これ。どうしよう。そうじゃん、どれやるんですか。これ一応ダメかとかで張り切るやつかね。
強化袋売ってほしいな。いった、とか。80万は強いな。まあ、これ打たなくていいな。オルグサナちゃんがなくなるとはいえだな。まあ、イロハ、そっか。イロハの MP を止めさせるっていう方向性でいかないからかな。蘇生させるか。って言いながら、イロハが倒れたら意味ないんだけどな。もう一個で割るときは何や、一応。まあ、結構、いや、わかんないな。結構しんどくなってきてるね。あ、これ、これって。いや、もうちょっと頑張りたいな。もうちょっと頑張りたいな。回復させて。するのは次かな。次のステージかな。リシアで倒す。オッケーです。まあ多少あれかな、コマは数としては早めのところよりかは HP は多くなった状態で突破できたかな。58目クリアあった。次は59ですかね。じゃあ残り2,000戻っていきましょう。さて何数ですか。85番。まあ今日何をしてるから違うな。チカ何をしてくる。なんか余裕に回復したの見えたので気のせいかな。気のせいとしておきましょう。しかもなんかプラス20回復してたような気がするけど、気のせいだよね。うん、気のせい、気のせい。これヘリシア止めて吹っ飛ばしましょうか。ダメですね、これ冷静にダメですね。マジか。4万ヘガピンを回復するってのは厄介だな。いやー、それはいかんわな。さて、ラビー飛んできますと、でもデバフが地味なやつだからあれか、攻撃しながらでずっとやってればループできそうですかね。もしかここはため期間かもしれないですね。逆に2問であれば攻撃し続けてれば大丈夫そうだし、マギアとかはデバフで抑えつければいいしね。わー、一旦冷静にやっていきましょう。あんまり無茶せず地道に切っていきましょう。落としきるか、OK です。ほぼほぼ元通りというかいい状態になりましたね。ちょっと回復をし忘れましたけど、しっかりさ。さあ、59もクリアと。じゃあラスト、パート2ラストですかね。ステージ6でやっていこうと思います。まあ、カハルはこれ突破した方が良さそうですかね、おそらくは。ただ、ゼロのピーだけなんで、ちょっと巻き合わせまでいきましょうか、これは。はい、はい、はい、いいダメージ、3万してくれ。怖えー。まあ、突破しなきゃダメですね。噛み殺される、無理だと見えてました。攻撃力ドフを入れた上で打ちましょう。まあ、多分釣るだけでも大丈夫だと思うんですけど、どうだろう、ダメか、さすがに80万は無理かな。70万はそうっすね。今攻撃力が入ったからいいんじゃない。 OK、 そうだね。ではステージ60もクリアと。ではパート2はこれで終了ですね。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。